ご紹介いただきました科学療学会理事長を務めております渡辺でございます先生方今日は長時間の長丁場のご聴講誠にありがとうございましたこの耐性菌シンポジウム2013今回初めて企画したものでございますご案内にありますように耐性菌感染症対策ワーキンググループの委員長の河野茂先生そして 今、ご視界いただいた、えー、立田先生が副院長で、えー、こういったものを企画しましたが、えーまあ、この体制金というのは非常に今、の今我々非常に頭を悩ませております。で、えー、ちょっと私のことになりますけれども、えー、ちょうど2ヶ月前に私、あの保健文化賞というのを受賞いたしまして、えー、皇居の方に参拝しまして、えー、両陛下の配謁を賜ったんですがその時に。 渡辺さんは何をどういう仕事を具体的にやられましたかとご質問いただきまして私は実は結核とインフルエンザに関しましての評価でいただいているんですがそのことをちょっと話をしましたらそういえば天皇陛下からそういえば結核の方でも耐性菌が今問題になっているのではないでしょうかということで両陛下も耐性菌のことは非常に。 心配しておられますで私からは、えー、実はの日本の先生方は比較的、えー、よく適切にお薬を使っているので諸外国よりはむしろ少ないんですがやっぱり、えー、ちょっと増えつつあるというところが問題だと思いますがなんとかしなければならないというふうに思っていますというような、えー、お答えをいたしました。で確かにあの体制菌 えー、今日あはのウイルスのお話もございましたけれども、えー、いろんなこういった困ったものは、海外よりは、えー、多くはない、だけれども、えー、海外から、こういったグローバル社会になりますと、海外からどんどん入ってくると、えー、最近でも今日お話にあった多剤耐性のアシネトバクターであるとか、あるいは NDM1、そういったものが入ってまいりますし、えー、それに、その都度われわれ、頭を悩まして対処しなければなりません。 まあちょっと翻って考えてみますと、日本から出ていって、世界が迷惑している体制金というのは、実はほとんどありません、ほとんど海外から入ってくるという状況ですが、まあ、これだけ世界が小さく、まあ、交通が進歩しまして、発展しまして、世界が丸く小さくなりますと、やっぱり続き入ってくる、そのそれぞれに対して、我々は備えをしなければならない。 その一つがやはり、この今回の企画だったろうというふうに思っております。そういうことで今日は6名の先生から、もうほとんどそれぞれ特別講演、今日は先生方6名の先生から特別講演を拝聴したということになります。こういった形でさらに見識を深めていただきまして、これからに対処していただければというふうに思っております。 でえー、今回の企画は、えーまあ、2013年本日12月21日でありますが来年も、えー、企画をしておりまして、えー、2014年の12月20日これも土曜日でございます、えー、この会場で、えー、開催することを予定しておりますのでまた、えー、日本科学療学会の方からご案内を差し上げますので、えー、ぜひともご聴講を賜れれば誠に幸いでございます。 そういうことで今日の先生方が勉強されましたことを現場に持ち帰っていただいていろいろまた考えていただいて対策をさらに確実にしていただければというふうに思っております。ということで今日うは校長校参加されました先生方に。 学会としても感謝を申し上げますし、また、えー、それぞれのところで頑張っていただければというふうに思います。そして、えー、6名の先生、それから、えー、司会の先生方に感謝を申し上げて、私からの、えー、閉会の挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。